国鉄 EF55 系電気機関車は日本国有鉄道の前身である鉄道省が製造した直流用電気機関車である。霧妻の第二エンド川1936年に日立製作所日本車両製造東洋電機川崎車両で1両ずつ計3両が製造された。当時は日本国外の新鋭車両に影響され国鉄 私鉄を問わず流線系ブームのただ中で、蒸気機関車の C53 型の一両が、試験的に流線型に改造されたのを皮切りに、C55 系の20から4 5機が、流線型で製造され、電車ではモハ52系、機動車ではキハ4万3000型が、次々と登場している時代であり、本形式も、そのような流れの中で製造されたものである。流線美を追求するため、 車体の組み立てからリベットやボルトを配し、新技術の電気溶接を全面的に導入し、前くらい側連結機は格納式とされた。当初はペンシルバニア鉄道 GG1 型をもとに、さらに流線の度合いを強めたようなデザインとして計画されていたが、連結面に大きく空間ができてしまうため、現行のデザインとなった。基本的には、 EF53 型のメカニズムを踏襲しているが、歯車比は EF53 型の2.63に対して2.43とより高速側に振られている。車体は片側のみが流線型とされ、反対側は切りずまで、運転台設備は当初構内運転用程度のものしか設置されておらず、全消灯も取り付けられていなかった。このように、 常に第一エンド側を先頭にして運転されることから、全部の台車は先は二軸を有する旅客列車用電気、機関車の標準系であるが、第二エンド側は先は一軸の貨物機用のものを採用しており、前後非対称の得意な軸配置となっている。第二次世界大戦前の状態製造当初は、沼津機関区に配置され、東海道本線の特急用として、つばめ、 富士の牽引を中心に運用の都合それ以外の旅客列車や小荷物列車の牽引にも使用された。しかし最高速度時速 95km 程度では流線型による空気抵抗低減の効果が出ないことや終端駅では電気機関車であるにもかかわらず転車台により方向転換をしなければならないこと、スカートを装着したことで保守に手間がかかることなどにより、 わずか3両で製造を打ち切られた。もっとも、これらの不合理は製造前からすでに明らかなことであり、一連の流線化は国鉄技術人の威信の検示や現場の指揮発用、あるいは宣伝などが主目的であった。ただし、空気抵抗に関しては、申請後の1936年5月に行われた試験により、流線系側を先頭に走行した方が、 切妻形側を先頭に走行するより9%空気抵抗が減じたという結果が出ている。優先型に全く意味がなかったわけではない。その後、1938年頃に格納式だった、前くらい側連結機の固定化、後くらい側運転台を本線運転用に整備するなどの小規模な改造を経て戦後まで東海道本線で使用された。戦後には、 連合軍専用列車や特急復活試運転列車の牽引にも使用されたが、東海道本線の列車単位が増大したことから1952年に3両とも、高崎第二機関区に転属し、高崎線で EF53 型と共に使用されることとなり、第二次世界大戦中に撤去を免れた台車周りのスカートや連結機カバーは、この時期に撤去されただけでなく、 後くらい側を先頭にして、短距離の普通列車や貨物列車を運転する例も見られた。また1955年には3号機が、アジュー型とともに、東海道本線で時速1 2 0トルしかし、保守の不便や方向転換の問題といった問題は残された。ことから次第に本形式の運用も減らされ旧車となることも多くなり、1960年代に入り、 次々と廃車されることとなった。1962年に鉄道開業90年記念として開催された伸びゆく鉄道科学大博覧会に際しては1号機が会場となった東京国際見本市会場へ運ばれ、巻いて3 9 1を連結した状態で展示されたが、同年に3号機は試作公直流量用電気機関車の ED30 型に機器を流用され解体。 残る2両も1964年に廃車され、2号機は解体、1号機は中央鉄道学園の教習用となった。その後、1号機は1978年に準鉄道記念物に指定され、すでに撤去されていたスカートや連結機カバーが復元された。高崎第二機関クリューチ時代の1号機。ナンバープレートは外されて、同様のものがレタリングされている。 2008年12月上旬に運転されたエルオクトネ号1号機は長らく中央鉄道学園に生体保存されていたが、後に高崎第二機関区に移され、転車台脇に留置された。長年の屋外留置で外反の塗装も縁がなくなり、退職の進んだ状態であったが、1985年に実施された機関車展示会において同機関区有志の手により、 校内運転が可能な状態にまで整備されたこの機関車展示会におけるレールファン人気を見た国鉄本社はリバイバルトレインでの運用を前提として1986年に大宮工場で胴体復元6月24日に車席を復活させた従来ならばまず考えられないことであった翌1987年4月1日の国鉄分割 東日本旅客鉄道に引き継がれ、高崎運転所に配置された。さらに、1992年に ATSP が搭載された。その後は、イベントに欠かせない機関車となり、上越線、高崎、水上間の L&SL オクトネ号や EF55 オクトネ号。その際は、EF64 ナタを補給として連結することが多かった。2006年には、 3月25日から4月3日まで、千代田区神田世田町にあった、交通博物館閉館記念イベントで神田川沿いの旧万世橋駅跡に特別展示された。また、12月2日には e f 5 5系誕生70周年記念号が上野高崎館で運転された。2007年は、小座敷ゆとり水上号の高崎、水上館を、牽引予定だったが、 電動空気圧縮機の故障により EF6019 に変更となった。その後は目立った運用がなかったが、故障箇所の修理と復元工事が実施され、臨時快速列車で同期のさよなら運転が実施された。2009年1月18日のさよなら運転を、最後に運用を終了し、高崎車両センターで車席を残したまま生体保存されていたが、 2015年4月12日から埼玉市の鉄道博物館で保存展示されている。この保存をもって EF55-1 は同日付けで除籍され背景式となった。戦術の通りに3号機は解体されているため現存する EF55 型はこの1号機が唯一である。愛称はムーミンであるがこれは1986年に復帰した頃に 東米安村原作のアニメや絵本のキャラクター、ムーミンに外観が似ていることに由来して呼ばれるようになったものである。流線形状機機関車に比べ、精巧な風貌とは言い難いことから、現役時代は土タ靴、靴のお化けあるいはカバと呼ばれていた。ユニークな愛称で親しまれる一方、戦時中に機銃奏車を受けた経歴があり、運転台の真上部分にその断根を今も残す。 太平洋戦争の生き証人でもある。ありがとうございます。